親知らずの難波市を口腔外科でやってきました。左、次回右側の上下どっちもこっちもまた埋没でやらないといけないということで、大したことないやんってなるかもしれないんですけどね、いっちゃんピークのいっちゃん腫れがひどかった時、こちらです。マムシに噛まれた犬を彷彿とさせますよね、このフォルで。今は24時間後どんな状態かと言いますと、3、2、1。こんにちは、小粒です。私は今口腔外科にいます。今から親知らずを2本抜きます。やだよ、マジで嫌だよ。打ち切りすぎて旅の後にしようと思って先送りにしてたら、ついにこの時がやってきてしまった。旅の再出発を前にね、休憩期間中にやっとかないともう後がないぞっていうことで、はぁ、嫌すぎる。この顔がどうなるのでしょうか。すごい、1時間で終わった。びっくり、めっちゃ時間。痛い、もっと時間かかると思ってたら1時間で終わった。てか入ってから出るまで1時間やけん、手術だけで言ったら30分ぐらいで上下。ああ、怖かった。今んとこまだ終わったばっかで麻酔も効いてる状態なのでわかんないですけど、2日後がピークらしいです、春の。怖かった。すごいな、前回と全然違ってびっくりなんですけど、いや痛くなる予感です。上下どっちも縫ってあるんで痛いと思う。なんかもう今もちょっと痛くなってきました。ちょっとまだ止血のガーゼを噛んでるのでうまくしゃべれないです。もう今日は絶対もうタクシーで帰る。もういやいや電車とか乗れん。また家帰って変化があったら改めて動画回します。お疲れ様でした。家に帰ってきて、もう麻酔が切れ始めて、地獄の痛みです。痛すぎてもうびっくりする。こんなに前ひどかったっけってぐらいめちゃくちゃ痛い。本当にテンション上がんないよ、こんな。起きてる間ずっと痛すぎて涙が出る感じだけど、多分痛くて寝たいけど痛くて寝れないと思います。術前にあらかじめボルタレンを飲んでいたんですけど、でもちょっと無理ですね。腫れは今から徐々に出てくると思います。まあちょっとずつ腫れてきてはいますね、こっちに比べて。でもピークは2日後らしいです。もうやだ、喋りたくない。やだよ、本当にやばい。マジで痛すぎる。何もできないです。はい、ということで翌日でございます。昨日の歯を引っこ抜いた手術の時間からちょうど24時間後の翌日、昨日は本当に麻酔が切れてから痛すぎて、こんなもん耐えれるわけなかろうって思ってたんですけど、処方されました抗生物質と、あと痛み止めがボルタレンなんですけどね、ボルタレンを追加で飲んだらだいぶ楽になって、無痛とまではいかないけど夜はちゃんと眠れました。お薬の力すごい。だいたい腫れのピークは48時間後って言われてます。まあ約2日後ですね。で今は24時間後どんな状態かと言いますと、3、2、1ということで、こっちが見事に食べ物を口に含んだ動物状態でございます。ちょっとまだまだ怖くて固形物を口にできないのでエナジードリンクをチューチューしております。痩せます、多分。痩せたい。口も突っ張ってて痛いので、こっちしかこうやって動かないような感じです。で、前回は横に倒れて埋まってたやつを抜いたんで、手術時間もすごい長くって、めちゃめちゃ難儀してたんで、今回2本っていうことで、2時間ぐらい行くのかなって覚悟してたら、なんと手術自体は麻酔が効き始めてから、その切開に取りかかるところから終了までなんと30分で終わりまして、上下合わせてびっくりです。根元がタコさんウインナーだったので、一応そのスポンって抜く感じじゃなくて分割して砕いていくっていう手法だったんですけど、それでも今回は根元残さずに2本とも全部すっぽり抜けたらしいです。よかったという感じで、まだまだピークまでは行ってないみたいなので、経過を見ていきます。はい、ちなみに口の中縫ってるんでね、上下どっちも切開でやってますんで、それが1週間後になりました。まあそれまでに腫れはきっと元通りになるだろうということで、明日これよりもっとひどい顔になっているのでしょうか。乞うご期待。痛い、笑ったら痛いわ。はい、おはようございます。翌日です。ピークと言われている48時間後になりました。どうですかね。まあ、昨日と同じぐらいかな。もうちょっと化粧したり、いいカメラで撮ったり、準備する元気もなくて。ちょっと顔歪んだりしてると思うんですけど、この辺。すごいな。すごいな。で、今起きたばっかりで、寝る前に飲んだ痛み止めが切れた状態なんで、ちょっと痛くて萎えてます。元気ない。まあでも、初日ね、術後すぐに比べたら全然痛みはマシなんですけど、まだちょっとやっぱり痛み止め飲まないと、いや、ちょっと無理だなっていう感じですね。ただもう今日でお薬全部終わっちゃうんで、3日分。明日から大丈夫かな。まあ、残りうがい薬と、自分がまあ生理痛の時とかによく使ってるような痛み止めはたくさん持ってるので、とりあえずそれでしのごうかな。無理だったらっていう感じですかね。まあ、なんか問題があればまた口腔外科の方に行ってみようと思います。ということで、ピークと言われている状態はこんな感じでございます。もう固形物が、食べてもいいんですけど、怖くてとてもじゃないけど食べれないので、この3日はずっとこれです。エネルギーチャージ的なゼリーみたいな。怖いよね。そのために片側ずつやってるんですよ。こういう入院とかなしの抜歯の時ってどっちかが使えるようにしてあるんで、別に食べてもいいんですけど、柔らかいものとか。怖いじゃん。無理。じゃあこっちから笑ったら痛い。せっかくこんな感じになってんだから痩せてくれたらいいんだけどな。数日ゼリー生活に変えたところで痩せんのやろな。昨日の時点がピークだったみたいなので過ぎ去ったはずですが、未だになんか肩、頬に物を蓄えてるかのようなほっぺたではあります。まだ腫れはあって、痛み止めが切れるとやっぱりちょっと鈍痛がします。どうだろう。ピークより治ったと言われればそんな気もするけど、まあ、大差ないかな。わかんないかな。いつまで続くんでしょうか。で、今日で痛み止めと、抗生物質などの処方されたお薬が切れたので、この後痛み止めの効果が切れたらどうしようかなというところです。未だにちょっと固形物はね、卵かけご飯を食べました。イエーイ。ただ柔らかいもの以外はやっぱりちょっと食べる勇気がないので、引き続きチューチューするやつと合わせて、まあうどんとか麺類柔らかそうなやつをちょっと摂取していこうかなと思っております。3日目でした。おっす、4日目でございます。だいぶ収まったよね。まだちょっとぷくぷくちゃんな感じはしますが、結構収まったよ。朝目が覚めてこの辺をピトッと触るたびに、おっ、引っ込んでると感じる今日この頃。あ、待って、ていうか、え、黄色くない？うわっ、お、この辺黄色い。マジか。内出血？しかも治りかけ、え？昨日まで全然気づかんかった。わっ、わっ、私前回内出血とかあったかいな。怖っ、え、怖い。バリチーで取ったもんね。さ、そうなるか。という4日目です。まあ、今からはもう、晴れは引いていく一方だと思います。昨日はね、もうご飯を食べましたよ。こっちで噛めばご飯食べれるけど、もぐもぐとか、米が右側に行くのを阻止しようと、あーみたいな口の動かし方する、いちってなるから、なんかずっと筋肉痛みたいな痛さですね、今。ちょっとあんまり口動かしたくないなっていうのは、まだまだ続くかなっていう感じです。もう痛み止め切れちゃったから処方された。生理痛の時とかに飲んでる、痛み止めを飲んでるけど、あれも効くんやね、やっぱね。痛み止めってすごいわ。ロキソニンとカロナールで、まあやっぱ飲んでる、効いてる間は大丈夫なんだけど、ちょっと明日からね、ちょっともう出かけないといけないので、顔ぷくぷくちゃんのまま撮影を別の動画でね、また出てくるかなと思います。撮影することになるのかなって感じ。カレーついてるみたいな。以上。おはようございます。6日目の朝です。毎回だず、パッと見はわかんないけど、まあよく見たら右がぷっくりしてるなっていう感じで、化粧を今日もしてるので、内出血はちょびっと見えてるんですけど、いよいよ首元まで黄色いのが降りてきました。昨日の夜からまた急にちょっと痛みが強くなって、寝る時は特にズキズキと痛むようになってしまい、まあ、血が上るからなんでしょうけど、ちょっと久々にジェットウォッシャーをね、感度を避けたつもりだったんですけど、ガーッとやってしまったのが良くなかったのか、細かい粒々のある味噌汁を飲んだかなんてちょっと分かんないんですけど、また傷んでしまって、すごい痛くて、手持ちのロキソニンとかカロナールも飲み切ってしまって、もう残りが生理痛のがっつりのバファリンルナみたいなね、やつしかないんで、また今日ちょっとロキソニンあたりを買い直そうかと思ってます。うわー、まだ全然痛いですね。ちなみに明日でちょうど手術日から1週間っていう感じなんですけど、ちょっともう遠征してきちゃってるんで、本来だったらその明日ちょうど1週間の日に抜歯できる予定だったんですが、あと2日後3日後ぐらいになります。まあ、でもこの調子で抜歯して大丈夫なのかってぐらいまだ痛いし、見た目は収まってきてるけど、口の中がやっぱ腫れてて、この辺とか動かしづらいですね。はい、13時から9日目となりました。今日の朝、遠征先からやっとね帰ってきて、抜歯にたった今行ってまいりました。糸を取ってきたんですけど、さすがに糸取る瞬間はめっちゃ痛かった。久々にうわーってなったんですけども、この辺にガーッと出てた内出血はもうね、分かんなくなったかなと思います。はい、で大体3日目ぐらいをピークに痛みどんどんなくなってきていて、順調に痛みもだんだん引いてきているっていうの感じだったんですけど、ついおとといの夜ぐらいまでですね、6日目7日目あたりでまたすごく痛むようになってきてしまって、薬が手放せないみたいな、眠れないみたいな状態になってしまったので、なんかこう途中で感染したとか産んだとかそういう感じになってしまったのかなとすごい心配してたんですけど、また昨日からね急に無痛になりまして、まあそれがこの全体にガーってすごい出てた内出血がどんどんこう下に下に降りていってたんですけど、まあ、内出血によるそういう血管圧迫とかで、そっちでまあまた再び傷んでしまった期間があったっていう感じなのかなと思います。この内出血のあざの消滅と同時に痛みがなくなったじゃないかなと今回は思っております。ということで、まあ、腫れ具合としてはもうパッと見分かんないなという感じになったんじゃないかと思います。まあ、ちゃんと見るとやっぱまだ腫れてますし、口元も中でこう、あ、腫れてるなっていう感じで突っ張ってて動かしづらいんですけど、今ねちょっと糸を取ってきたことでいくらかちょっとすっきり、気持ちすっきりしました。ここから固形物も徐々にしっかり噛んで食べれるようになっていくのかなと思います。はい、片息でした。ということで、糸取りたてほやほやの街中からレポートでした。はい、ということでいきなり飛んできましたが、歯を抜いたね手術日から2週間が経過しました。もうね、現在もう全開だと思います。もう分かんないと思う。ピッピッて押してももう痛みもないし、まあ、多少ちょっと奥歯歯磨いたりとか、まあ、ご飯を右側で思いっきり硬いのを噛むとかいうのはちょっと勇気がなくてできてはいないんですけど、まあ、恐る恐るっていう感じなんですけど、一応両側の歯を使ってご飯を食べることができるようになり、まあ、痛みももうない。たまにズキッとすることがあるんですけども、そこは今骨がねこう覆ってきたり治っていく過程で、まあ、このあと2ヶ月間ぐらいはまた腫れることもあるかもしれないしっていう、まあ、ちょっとずつちょっとずつこう繰り返しながら全開に全治治っていくよということだったので、まあ、多少の違和感はあるんですが、もう痛み止め飲まないといけないとかそういうのはなく、見た目ももう全く分かんないぐらい、もう本当にほぼ元通りになりました。イエーイ。こんな感じであざもなくなりましたね。すっかりしっかりここをペタペタ触っても痛くないですということで、2週間弱ぐらい綺麗に治るというような感じでございました。ということで、私の親知らずつらいよ日記第2弾でございました。これにてもう私の口の中にはもう親知らずは存在しておりません。3本生えてましたね。1本はもうもともと生えてなくて、大学病院とかに入院して4本全摘とかする人もたまにいるみたいなんですよ。全身麻酔して一気に全部抜くって。その代わりでももう日帰りとかでは絶対帰れないから、23日入院、23日から1週間入院になるって、まあそのぐらい実はとても体に負担のかかることみたいなんですけど、まあでも結構口腔の話って割と軽く思いがちだと思うんですけど、今回2本一気にね日帰りで口腔外科の方で抜いたのが、もう前回よりも辛すぎて、ちょっと1本ずつにすればよかったかなってちょっと後悔しちゃったりもしたんですが、まあこれにてね、もうこっから先同じような痛い思いを歯関係することはないはずなので、まあ、あとはもう矯正治療が進んでいってワイヤーが外れる日を待つのみですね。まあ、あと1年ぐらいかかるんじゃないでしょうか。ちなみに私の矯正の方はじゃーん、見た目はねもうだいぶ揃いました。昔の動画とかを見てもらうと、この辺の下の方とかが結構ガチャガチャ実はしてて、口元もなんかこう歪んでたりもしたんですけど、まあ、今約1年経ってないぐらいか、歯並びはもうおおむね綺麗に揃ってる状態で、あとはここからねこの口元がこうなんだ前に出過ぎてるところとか、歯がねこう出っ歯になる要因なんですけど、上向きになったのをこう下げてって全体的に引っ込めていくみたいなところで、まあ1年以上かかるっていうような感じでございます。まあ、見た目にはすごい歯が綺麗になってるように見えるんですけど、一応治療はまだまだということで、引き続きちょっと滑舌の悪い状態がしばらく続くかと思いますが、ちなみに北海道編の最初の方のナレーションとかはもうここがパンパンに腫れてる時に喋りづらい中撮ってたので、ちょっとお聞き苦しいところがあったかもしれないんですけれども、今ですねチャンネルの方向性としては今回全く関係ない回だったんですけど、まあみんなねもう顔がパンパンに腫れてるの面白がってるでしょ。みんなもう前回なんか大好評だったから2回目もやったら撮っちゃおうって思ってたんですけども、結構撮るのねしんどかったですよ。だから今ねちょっとできれば早めに治療した方がいいんですけどねとか言われてるような、まあ親知らずに限らずね、なんか歯関係とかね口の中の関係とかねある方、なかなかでも踏ん切りがつかずにとか時間が取れずにとか言ってだんだん長い間放置しちゃってるんだよね実はみたいな人結構ねコメントでもいたのでね、みんなで絶対早くした方がいいです。マジで早くした方がいいです。もう年取ってくるとねどんどん歯と骨が癒着してって動かなくなってくるので、矯正もそうなんですけどね動きづらくなってくるし、親知らずもすごい抜くのに苦戦して、もう癒着してるがゆえに周りの骨まで削らないといけなくなるとかね、そういう例もあるみたいなので、若ければ若いほどいいみたいですよ。ということで皆さん、今日が一番若い日なのでね、気づいた今日が一番若い日なのでね、もし何か後回しにしてることがあったら、まあ念のため自分の健康今後のためにねなんか検討してみてくださいということで、どんな動画なんだっていう感じなんですけれども、小粒の歯がいてて日記でございましたまた次から引き続き乗り物やアウトドアライフ楽しんでいるような動画出していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。